こんにちは、この花の寒月です。今日は10月のイベントのご案内をいたします。タイトルは着物プリーズ。会場は池袋の自由学園明日館食堂スペースになります。日程は10月3日木曜日、4日金曜日。3日は12時から19時まで、4日は11時から18時までとなっております。普段は見学料がかかる建物ですが、受付で着物プリーズに来ましたとお伝えいただければ見学料が無料になります。他のお教室や講堂を見学されたい場合は見学料がかかりますので、そちらはご了承ください。参加ブランドさんのご紹介をいたします。シルバー帯留の TOD さん、デニム着物やメンズ着物の秀屋工房さん、リユース着物の一輪さん、小銀刺しの半襟や小物の春小木さん、帯飾りや着物小物のツバメボビンさん、下駄や草履の履物辻屋本店さん、桐生織の帯オルンさん、書籍の七尾さん、洋服のメゾンコノハナ、バッグなどのテキスタイルコノハナ、普段着物のコノハナです。ジョイント参加で日本橋三越本店呉服花結びさんです。普段着物をこれから始めたいと思ってある方、もう一度大人の普段着物を楽しみたいと思ってある方、気軽に楽しめるカジュアル着物を提案するイベントです。ノベルティもご用意しております。ぜひお楽しみにいらしてください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。